ヌメアはフランス領ニューカレドニアの首都であり、最大都市である。ニューカレドニア本島南部の半島に位置する。南太平洋で最も都市化、産業化された町の一つであり、メラネシアやポリネシアの多くの島からの出稼ぎや移民も多い。熱帯気候で1月から6月までは雨が多いが、島の東側よりは少ない。日照時間は長く、晴れが多い。 人口構成住民構成は以下の通りである。人口動態1857年頃のポールド・フランス・ヨーロッパ人の入植前、この地は先住民カナックにとってさして重要な場所ではなかった。この近くに最初の入植地を建てたのはイギリス人の貿易省ジェームズ・パドンで1851年のことであった。ニューカレドニアの領有を熱心に主張していた。 フランス人は、その3年後、1854年に、島の北部のバラードからこの地に移り、入植地を建設した。1854年6月25日、小さな駐屯地、ポールド・フランスを建設した。1866年6月、マルティニークのポールド・フランスとの混合を避けるため、駐屯地の名は、ヌメアと改名された。当初は、 政治犯などの流刑植民地だったが、後に近くから見つかったニッケルと金の採掘の中心地として発達し、日系移民など多くの移民を受け入れた。第二次世界大戦中、アメリカ軍の多くの部隊の司令部がヌメアに置かれていた。戦後、アメリカ軍の司令部施設は、南太平洋地域の発展のために作られた、国際機関、南太平洋委員会の本部として流用された。 この組織は後に太平洋共同体となり、その会議においては独立、非独立の別に関わらず、太平洋の島国に陽動の地位と投票権を保障することから、南太平洋のミニ国連となっている。第二次大戦時に多くの米兵がヌメアに駐留したことは、今でもこの地に大きな影響を残している。 米兵たちはそれまでの白人たちと比較して親しく、地元民に接したことから、ニューカレドニアの人々の対米感情は非常に良い。またヌメアのいくつかの外区には、戦時の米軍の用語や人名などにちなんで、レシービング、ロビンソン、モータープールなど、英語圏の耳からすれば奇妙に聞こえる地名が付けられている。21世紀においてもフランスはヌメアに、 ニューカレドニア中屯フランス軍を派遣しており、フランス海軍のフリーゲート看板デミエールはヌメア港を母港としている。主な産業は観光業である。ヌメアは他のオセアニア地域の首都に比べて日照時間が比較的長く、市内中心部から近い距離にビーチがあり、観光客で賑わっている。また、オセアニアでは最も急速に成長している都市でもあり、 ここ10年間で大きな住宅開発ブームを経験した。このような急成長にもかかわらず、快適な環境のための施設、空間建設も遅れを取らずに進んでおり、市政府も公共事業を積極的に進めている。2019年のクオリティオブリビングによる都市順リストでは231都市中世界第110位、オセアニアでは10位の評価を受けている。 マティニョン合意とその後のヌーメア協定で数十年がかりでニューカレドニアの自治権拡大が進められている中、これらの建設のほとんどは明らかにフランスの投資によるものである。しかし、こうした環境づくりや公的施設への投資が結果的に持続可能な街の発展につながることを政府は望んでいる。プレザンス港ヌメアの国際空港は 市内から5 0トル離れたトントゥータにあるヌメア国際空港である。また市内のマジャンタにもローカル線の飛ぶ空港がある。ニューカレドニアにおけるヌメアの一カナール島メデイ東大、ヌメアはグアムのハガニアなどと並び、太平洋の島国で最も西洋化された町であり、ニューカレドニアの他の町のような広い空き地、ギザギザのハゲ山、カナック人が 人口の多くを占めることなどとは対照的である。ヌメアは他の太平洋の島国の首都より晴れの日が多く、南太平洋でも恵まれた気候にあり、都心からそう離れていない場所に素晴らしいビーチがあるが、生活費の高さ、関太平洋の大都市からの航空券の高さなどから、太平洋有数の大観光地とは言い難い面がある。しかしボードセーリングの愛好者にとっては、ヌメアは 滞在費の高さの分の価値がある場所である。晴れの日が多いため爽やかな風が他の島に比べて多いためである。ありがとうございます。